3連休の最終日、各地にかつての夏のにぎわいが戻ってきたようです。三重県長島ジャンボ海水プールです。大勢の人がプールを楽しんでます。ジェットコースターで暑さを振り払ってるのでしょうか。愛知県知多半島宇都宮海水浴場です。海の日ということもあって大勢の人が海水浴を楽しんでいます。愛知県南知多町の宇都宮海水浴場では多くの家族連れの姿が。波が強くて楽しかった。さっきカニとかいた。時刻は正午を回りました。海水浴場は多くの家族連れでにぎわっています。手元の温度計では40度を超えています。大変暑いですが、海の中に入ると冷たくて全身の体温がちょっと下がる気がします。今日は上空に雲がなく灼熱の浜辺に。海の家では。暑いですね、はい、今日2個目ですかき氷一方で熱々のラーメンを口にする人も。暑いからもう塩分と水分両方取れるってことで、はい、ラーメンにしました、はい、それぞれに暑さ対策しながら2023年の夏を楽しみます。やっぱ日差しがやっぱ辛いといけないんで、やっぱちょっと日よけしてます。スプレーとかかけてるけどやっぱり流れちゃってるので、こんな真っ赤ですけど。真っ赤で痛いっす。この3年商売上がったりという声が各地で聞こえていましたが、反転攻勢に出たいこの夏です。名古屋よりは海は結構温度が低いんで、海風がね結構流れてくれるんで、そこまで暑くはならないかなと思ってます。3回目4回もみんなで遊びに来てほしいですね、海にはね、はい。この厳しい暑さの中、愛知県豊橋市の農業用ハウスは午前9時の段階で、今ですね、いちごハウスの中にいます。ただいまの室内温度は38度。このままだと熱中症になってしまうので、農家の方はこんなものを着てます。これ背中にですね保冷剤、脇の下ここにも保冷剤が入っているんですね。確かにこれだと楽かもしれませんね。もうこういう熱中症対策をして農家の方も頑張ってます。このハウス内は昨日は最高で42度まで上昇したそうです。名古屋東山動植物園です。暑さの影響でしょうか、人が少ないです。ゾウも日陰の中から出てきません。あまりの暑さに今日は来園を控えたのでしょうか。東山動植物園の上空からの映像では、普段の祝日より人出は少なく感じられました。その名古屋の最高気温は、昼過ぎには 37.4 度となり、今年一番の暑さになりました。そこでチャントでは、サーモグラフィーカメラを使って調べました。まずは、エアコンをつけた状態の車です。フロントガラスの部分は緑で表示されていましたが、エアコンを切っておよそ1時間半後、50度を超える白い表示になりました。また、こちらはベビーカーを押すお母さん。明らかに地面に近い赤ちゃんのお尻や足の裏は真っ赤です。路面の照り返しが強烈な証拠です。代わって刈谷ハイウェイオアシスのミストにカメラを向けました。全然やっぱりミストの下は違います。涼しいです。明らかに冷気が包み込んでいることが分かります。他にも木陰は当然ながら日向より温度が下がっていることが分かります。危険な暑さから身を守るため、確実に涼しい場所に身を置く必要があります。